皆さんこんにちは。それでは今から平成二十九年度論文式本試験財務会計論、えー、回答速報動画ですね始めさせていただきます。担当しますのはレックスエニコーシカゲヤです。よろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、とですね論文式本試験お疲れ様でした。 で、まあ、今回、ですね財務会計論のですね、まあ、論文試験、まあ、一通りと、ね、まあ分析をしまして、まあ、回答をです、ね、作りました。で、まあ、その中でですね、まあ、簡単ではございますけれども、まあ、どうやってですね書いていったらよかったのかというところを、まあ、簡単に紹介させていただきます。 でまだです、ね、論文資本試験の終わってからです、ねまあ、そんなに時間がない中で,です、ね、作っていますので、まあ、後にです、ね、10月の頭ぐらいに回答のです、ねまあ、詳細版、解説作ったものを、ね、アップいたしますので、まあ、より、ね、あの詳細なです、ね、解説、回答がです、ね、知りたいという方はです、ね、今しばらくお待ちいただけたらなと思います。はい ではです、ね、まあ、ざっくりとです、ねえー、全体の所感というところを申し上げていただきますと、えー、ま,あまずは、難しかったですよね、えー、結構難しかったとです、ね、個人的には思います、えー、まあ全体的なです、ね、こう形式面につきましては、えー、昨年度のものをです、ね、踏襲しています、なのでまあ平成26年度からです、ねえー、まあ4年連続でまあ同じような形式が出ていると考えていいでしょう。 あ、ごめんなさい。二十七年度からで三年ですね。申し訳ないです。二十七年、二十八年、二十九年と、ね。三年連続で、えー、まあ、同形式の、えー、出題になっているというところで、まあ、具体的には第三問が、えー、まあ、計算二台ですね。は、え、じ、ー、めは、まあ、個別系の計算で、で、後半は、えー まあ構造形の計算ですね今回であればです、ね、リースと、えー、企業結合合併が出ていましたとで第4問は,第4問はです、ね、基本的に理論で,で第5問の方で,です、ねまあ、難易度の高い、まあ、計算問題が理論と絡めて取材されているというところで、まあ、3年連続、まあ、同じ形式になっているというところですね。はい、でその中でも、まあ、今回の問題であればです、ね、やはり第5問の計算が難しいというところをです、ね、昨年とまあ同じ論点が、ね、あの出ていましたけれどもやはりです、ねまあ、難しいと。 でまあ、通常、なかなかです、ねえーまあ、その対象給付累計額をです、ね、試合獲得時点から持っている子会社をですね、えー子,えー、子会社化するというところ、あまりこう論点としては勉強していかないものになるので、えーまあ、なかなかちょっとですね、あの苦戦した方が多かったんじゃなないいのかなと思います、はい、では、こちらですね、各問ごとに少しですね、見ていきましょうか。 まあ各論点とですね難易度とタイプとまあ目標ラインをですねえちょっとレジュメ形式でえ作りましたはいで一番初めですねセールリースバッグの仕分け借り手化してもに聞かれましたけれどもえまあ基本的にはですね優しい問題になりますんでまあ9分の9ですね全部回答できなくてもまあここは仕方がないですけれどもただ ミミスにミスぐららいいいに抑えてたただけたらなと思います、まあ、特に6番のですね、えー、長期前受け収益のまあ消却という部分は普段のですね学習の中では使っていないところですんで、まあ、ここはですね書けなくても構わないと思いますけれども、まあ、基本的にはそれ以外のところはですね、えー、あってほしかったかなというところです。はいなんでまあ目標としてはねそれで1ミスし入れてまあ9分の7とえさせていただきました、はいまあ、極めて基本的な計算が出ていたので、えー、まあしっかりと取ってもらいたかったというところです。 はい、でそのままリースの理論ですね、はいえー、正直に点外、えー、ファイナンスリース取引とカップ売買取引との比較が、えー、聞かれていましたけれども、まあ、基本的なところですね、でまあ普段のです、ね、予備校の、まあ、当連、レックの当連なんかでは、ズバリそのまま聞いていたというわけではありませんけれども、 えーまあ、学習上に、ね、しっかりと意識をしていかなければいけない部分ですので、理、まあ、ストのところ、ですねちゃんと学習されている方であれば、えーまあ、それなりの回答は用意できたかなと思います。とっても優しいと言ってもです、ね、なかなかこう満点というのは理論で基本取れませんので、まあ、6、7割程度、えー、取っていただきたかったと、えーまあ、そういう問題になります。回答答のの方方でですすね模範けれども と問題ですね、すみません問題の方ですね、えー、いきますが、商品展開ファイナンスリース取引は原則として通常の売買取引にかかる方法に準じて会計処理を行うものとされていると、でこれは経済的実態に着目し、えー、当該リース取引と資産のカップ売買取引との会計処理の比較可能性を考慮したものと考えられるとで、これら2つの取引の実態がどのような点で類似していると考えられるか、仮、え、定、ー、の観点から説明しましょうということで。 まあ、リースとカップ売買のです、ねえーまあ、比較の問題なわけですけれども、えーまあ、ファイナンスリース取引ですね、えーまあ、この実態っていうのは何かっていうと、ね、お金借りてきて借りたお金で物件を購入してで、えーまあ、そして借りれ金の返済と利息の支払いっていうものを行っていくとこれがファイナンスリース取引の経済的実態ですよねなので、まあ、この経済的実態に着目するっていう時には、えー、まずです、ね、ポイントとしては、まあ、物件を買ってきているっていうのと同じだよと。 その物件を買ってきた場合の側面を書くという点と、あとはですね、ファイナンスリースはお金を借りてきているという側面がありますから、資金調達という側面で,ですね、まあ、この2つを基本的には書いていけばいいのかなというところです。はい、それで回答の方ですと、えーまあ、こちらですね、リース物件それ自体の購入としての実態を有するということで、えー、こちらですね、リース物件それ自体の購入としての実態と。 まあ買ってきたんだよと、ね、買ってきたのと同じ実態なんですよという点、でもう一つがこれです、ね、資金調達の実態を有するという点ですね。この2つの側面から書いていくというところなので、2つともです、ね、ニュアンス的にはこう入っていなければいけないと、どちらか片方だと、ちょっとです、ね、点数としては伸びないという形になってしまいますので、この両側面というものを、ね、書いていくというところですね。 でまあ、購入としての実態をです、ねえー、持っているということは、まあ、リスクと経済的便益のほとんどすべてがです、ね、移転するという形になるので、まあ、そこの部分を書い、ね、てあげればまあなお良しかなといったところです。はいまあ、リースの実態なので、まあ、普段ですねこれは通常、まあ、であれば入門期なんかの,、ね、あのリースの学習のところで一番初めに教わるところですよねなかなかこう普段は意識しないところだとは思いますので。 まあ多少ね書きづらかった面はあるかもしれませんけれども、えー、まあ六七割程度ね取っていただきたかったという問題です。はい、では続き行きましょう。続いて計算は合併ですね。合併になります。で非常にあの基本的な計算問題ですので、まあここもかなりですね点数としては高く取っていただきたいというところですね。えー、まあ休暇賞ですね。 埋めていかなければいけませんが、まあ、そのうち7個ぐらいはですね埋めていくというところでしょうかね。はいで、まあしてあげるとするんであれば退職給付のところ、ですねあの歳の部分をねあの引き継がずに歳折り,り込み済みの金額で、えーまあ、合併数値を、ね、作っていくという部分が、えーまあ、少しですね難しい部分ではあります。 まあ一応テキストにはですね載っていますけれども、まあ、あまりねあの他の論点に比べれば頻繁にそこを触れるっていうものではないんで、えー、まあ若干でそこで失点してしまっても仕方がないのかなっていう面はえありますけれども、ねまあ、それ以外のところは、ね、基本的にはあの全て合わせていただきたいなって思いますね。でなのでまあのれんの部分と退職給付の部分がですね、まあ、2つ削られて9分の7とかっていうところにえなるのかなと思います。まあのれんの部分は、ねあのー 全部合っていてというところになりますので、まあ、ここは仕方がないとしてもです、ねまあ他の部分は基本的には正解できる部分が多いかなというところですんで、まああので満点取れる方もですね多分結構いらっしゃると思いますのでなのでまあ満点とは言わないまでもねなんとか7割ぐらいはですね確保してもらいたいという問題です。はいまあ、かなり、ね、基本的なり的問題でですすねね、はい、続いて理論の方です、ね 理論の方は、逆取得の話が聞かれています。逆取得ですね。えー、企業結合が逆取得となる場合に、えー、個別財務省において、存続会社の母価が引き継がれる理由を説明しましょうということで、まあ、ここは少し難しいですね。まあ、難易度としてはです、ね、一応、中途をさせていただきました。で、まあ普段からです、ね、計算を考えてやっているかどうかというところで、 まあなんとかです、ね、半分ぐらいの部分点を引っ張ってこれればなと、えー、いった感想ですね。で、えーまあ、ポイントとしてはとにかくです、ねえー、持ち分が、ね、そのままあの引き継がれているというところがポイントになります。ね、持ち分の継続、非継続というところで、ね、あの判断をしていくわけですから、えーまあ、その部分が回答上表現されているかどうかですね。はい、では、えー、ちょっと見ていきましょうか。 ですねえーまあ、ポイントは、持分の継続になります、はい、じゃあちょっとれから、ね、あの見ていきますけれども、えー、法律上の存続会社がいずれであるかという法形式よりも、まあ、実態に着目するというところですね。なんで、法形式としては逆取得というのは、取得企業がです、ね、消滅しているわけですよね、まあ、この場合ですと。にもかかわらず、実態は 消滅会社の持ち分がそのまま継続しているというふうに考えますので、をま会計処理としては、持ちを引き継いでいくよというところですので、まあ、形式よりも、ね、実態を重視しているという点、そしてその実態を重視というのは、どういう実態かというところですよね。持ち分をそのまま継続していると、消滅会社であっても持ち分が断たれていないということですよね。 はいまあ、それでね、母家をこう引き継いでいくっていう発想になんとかですね、たどり着いてかけていただけたらなとは思いますけれども、まあ、ただ、ここもですねあの少し難しいですよね、正当可能性というか、難易度はまあ一応中ということで、あの決して簡単ではありませんので、まあ、ちょっと全く白紙だとね、あのちょっと辛いところはありますけれども、な、ま、ん、あ、とかですね、その継続っていう部分ですね、えー、この部分をなんとかひねり出してですね、 まあ少しでもいいので部分点を取っていただきたいというところですね。まあ目標点としては5割程度ですね。でまあもちろの継続というところが欠けていれば、まあある程度の点数が来るかなというところですから、まあその部分が思いついたかどうかというところですね。まあこれも普段からこう計算の処理をですね考えて学習しているかどうかっていうところがあの如実に出てくる問題になります。はい。なのでまあこの第三問のですねあの。 まあ計算は簡単で、まあ、理論もです、ね、比較的簡単ではあるんですけれども普段機械的に解いているとあのもう少しつ、ね、らい部分があるかなと思いますんでああのでこれからね皆さん合格発表に向けていろいろと法人回りをして準備をしていくと思いますけれども、ねあのまあ、もしです、ね、あのこう残念な結果になってしまったという方はです、ねまあ、この計算処理の部分というところです、ね、いかにこう考えてやらなければいけないのかなというところをです、ね、もう一度考えてみる必要があるかなと思います。はい では、えー、続いて第4問いきましょう。第4問はですね論点としては4つですね、これもここ2年間、3年間同じですね4つの論点が出ているといところで、えー、自己株式税効果ヘッジ退職給付とあります、で自己株式税効果退職給付は、ですねあの昨年28年にも出題されている論点ですね。 でえーまあ、今回のです、ね、本試験、この第4問では、自己株式と税効果である程度点数を取っていかなければいけなかった、えーまあ、そういうです、ね、勝負になります。というのも、まあ、ヘッジや対処給付ですね、ちょっと難しいですね、難しいんで、えーまあ、この部分についてはそんなにねあの、出来が悪くても気にする必要はないと思います。ただ、その代わりに、えー、問題の1と問題の2、自己株式と税効果のところで,です、ね、まあ、いかに点数を拾っていくのか、ここがポイントになってきます。はい まあ特に自己株式なんかはこう典型論点が多くて、税効果もそうですけれども、典型論点が出ていましたので、その部分でいかに精度高くですね、答案を書くことができるのか、ここが勝敗の分かれ目になるのかなと、そういう気はします。はい、では、自己株式の方ですね、見ていきましょう。はい、回答と はい、すみませんあと問題の方ですねすみません、えー、見ていきますけれども、えー、まず一、ねえーまあ、つ目の方ですね、えー、自己株式の、えー、表示についてです、ねえー、見ていくと、自己株式は、まあ、制度上、一括して、株主資本全体の控除項目としていますよね。 それに対して、各構成要素に配分をする、そしてそれを表示するという方法を認められていますけれども、現行制度は A を採用していると、つまり一括して株主の全体の向上項目としていると、この理由を説明しましょうということで、これはもう本当に典型ですから、9割から10割程度、ほぼですね、関東が望まれると、そういった問題になります。どこによる子さんでもです、ね、おそらくましている部分ますのでここについては かなりただ、これ、回答行数が2行ですから、ちょっとその点はつらいかなと思います、ね。今回の本試験ですね、一見、論点としては簡単な問題であっても、やはりその行数内に収めるっていうところは、かなりこう苦戦をですねあの強いられた部分かなと思います、ね。私も この答案をですね考えている中でこの行数で収まるかどうかというところ、ですねあのここはかなりこう苦労をしているあの部分なので、えーまあ、その点はですねちょっつらかったかなと思います。はいまあ、こう2行で書かなければいけないというところですねで、まあ、なぜ一括して株主の全体の向上項目としているのかというところで、まあ、ポイントとしてはやっぱここですね、暫定的な状態というところですね、自己株式を取得しただけでですね確定的に資金を減らしていくということができないわけですよ。 なぜかというと、まあ、取得した後もう一回です、ね、処分をするとか、あのー、そういうことが考えられるわけですね。まあ、処分するか、焼却するかっていうところ、分からないわけですから、で処分するってことは、再びその自己株式を市場に流すということですから、資本を減らす必要ないわけですよね。まあ、そういった暫定的な状態のもと、えー、確定したかのような会計処理は行わないというところですから、ね、まあ、暫定的な状態というところですね。まあ、ここは一つのポイントになってくるでしょう。はいまあ、ここは、ね、あの本当に典型論点、ねあので、ー これくらいにしておきます、はい、で続いて、えー、問いの2番ですね、はい。自己株式の取得の対価として他の種類の自己株式を交付した場合、取得した自己株式の取得原価は、まあ、対価として交付した自己株式の A ですね、自家を基礎として算定する方と、A、B、母家を基礎として算定する方と。で、現行制度はどちらの方を採用しているのかということで、まずこれ、知識自体は担当の知識になります。で、まあ、理由はですね、一応、レックのポイントリストの中にはですね、入っているんですけれども、ただ、 まあ論文で頻繁に聞かれるような部分ではないので、えー、まあスルーしていいいた方も、ね、多いと思います、はい、なんで、まあ、難易度的には一応中かなというところですね、まあ、きっちりとポイントリストの細かいところまで見ていた方は、まあ、かなり高く点数取れたと思いますけれどもなかなか、ね、こうカバーできてない方も多いと思いますので、えー、まあ中でまあ3割程度かけていればいいのかなと思いますなのでまあ自己株式で先ほど簡単と言いましたけれどもこのカッコの2番につきましては、まあ、そんなにこう あまり書けなくても、ね、気にしないというところですね、そのかわりカッコの1とカッコの3できっちりと取らなければいけないというところですね。はいじゃあちょっとですね、回答の理由を見ていきましょうか。はい、えー、まず方法としては B ですね、えー、ボカを基礎として算定する方が考えられるというところなんですけれども、自社の自己株式の取得の対価として他の種類の自己株式を交付した場合の取引の実態これは 純資産の部の内訳の変動ですから、なので新たな払い込みの事実がありませんよと、だから資本を増加させる必要はないということですよね。結局、自社の株式を対価として、自社の株式を取得したわけですから、ね、えー、まあそれで資本がね変動するというです、ねえー、処理をしていかない。まあ、内訳の 変動だからですね。払い込みの事実がないというところですので、まあ仮にですね。あの、この処理自体を知らなかったとしてもまあ、考えてまあ、書けなくはないところではありますよね。うん、ただ非常に難しいんで、まあ、あまりこう。出来自体は気にしなくても、えー、いいかなと思います。13内の内訳のね。変動係数の変動みたいなものだよ。というところですね。はい、では問いの3番いきましょう。自己株式の無償取得。 の会計処理で、まあ、ここは超典型論点ですから、ね、まだです、ね、論文式試験で出題されていないということで、えー、当連でも、ね、あのここは出題をしていますので、えーまあ、行数もです、ねえー、5行と他の問題に比べればです、ね、あの与えられた行数も多いので、まあ、ここはです、ね、かなり精度高くきっちりと書いていかなければいけないというところです。で当連の解説なんかでもです、ね、再三注意していますけれどもあの株主からの富の移転っていう言葉だけで終わらさないように、ね、その説明 株主化の富の移転って何ですかというところまできっちりと書くようにしてください。ね、贈与した株主が有していた持ち分が他の株主に移転すると、まあ、こういう株主化の富の移転が生じているから、まあ、C の方法が採用されているというところですね株主化の富の移転の内容というところ、まあ、ここはね必要になってくるかなというところです。はいまあ、この部分をまあしっかりとですね書いていいてき、まあ、行数が長いんで えまあ自己株式の基本的な性格というところもねきっちりと入れてあげるようにしてくださいつまりまあ資本控除説を採用している旨ですよね、えー、自己株式というのはですね資本取引でありで会社財産の払い戻しの性格を有するというですね自己株式の一番根幹にある考え方の部分、ね、これも,もう5行ありますから。 この部分もしっかりりと、ね、あの書いていてく必要があります解読、まあ、行数が1行とか2行であれば、ね、あのそこを書くというよりも、まあ、その下の部分、株主化の富の移転の、ね、内容を書いていくということになるかと思いますけれども、まあ、ここはふんだんに、ね、行数が与えられているので、えーまあ、資本向上説の内容も書いていくというところですね。はい、なので内容としては資本向上説を採用していて、でえー、株主化の富の移転が生じているよという内容を書いていって、えーまあ、C というです、ね、結論を説明してあげてください。 はいえーまあ、ここはね、あの典型論点ですから、本当に精度高く書けるように、えー、しなければいけません。はい、では続いて、えー、問題の2ですね、税効果会計です。えー、ここも簡単ですね、えーまあ、ここをしっかりと取らなければいけない部分です。まあ、正当可能性、難易度もですね、まあ、比較的、全部優しめですね、優しめになります。はい では、えー、見ていきましょう、まあ、まずは問題の方からいきますね。繰り延べ税金、さんよ延税金さんの金額を計算する際に適用する税率ということで、まあ、発生した期の税率を適用する考えと、解消期の税率をです、ね、適用する考え方の、まあ、目的についてというところを、ですね、えーまあ、ここは繰り延べ法と資産の際を説明しなさいというところです。 でまず一次災害発生した期間にです、ね、関心を向けるという、まあ、A の方ですね、発生した期の税率を適用する考え方の目的ですけれども、もうこれは一言、対応関係です。ですね、税引き前、大期準利益と法人税との対応関係ですね、これを図りましょうというところに、もうここにつきます。はい、で逆に B の方ですね、解消すると見込まれる期の税率を適用する考え方。はい、これは、資産不債法で将来の再解消期間に払うべき法人税との金額に対する影響額ですよね。えーまあ、つまり、A という方法はりのべ法で、まあ、PL 的な、ね、収益アプローチ的な考え方。ね、B の方は、資産不債法 BS 的な資産,、えー、資産不債アプローチの考え方ですね、評価という側面、配分という側面をそれぞれですね、えー、書いていくというところですけれども、まあ、その評価配分というところですと、 まあ基準上の表現なんかではありませんので、まあできればねここの対応関係具体的な対応関係というところ、具体的な影響額の内容というところをねあの書いていかなければいけなかった部分にはなります。はい。まあ小問と典型論点ですからね、しっかりと書けなければいけなかったというところです。はい。では続いて問いの2番ですね。概念フレームワークとの絡みでクルネベゼキンさんですね。まあ説明すると。 まあそんなな問題になりまます、はい、では見ていきましょうかです、ね、税国会計にかかる会計基準によると法人税等についての税率の変更があった場合、可燃度に計上された繰延税金3は新たな税率に基づき再計算するものとされているとでこのような会計処理は統一の A、B のいずれの考えに基づいたものか。 ということで、まあ、これ問いの1番の、ね、A、B からです、ねえー、まず考え方、結論部分をです、ねえー、印をしていくという、まあ、問題になります。で、新たな税率に基づき再計算をするというです、ね、ところから、これは解消期に目を向けていると、えー、まあそういうです、ね、判断ができるかと思います、解消期、発生じゃなくて解消だと、えー。ということはまあ B ですよね、B の考え方とマッチしているという形になってきます。 はい、再解消期に目を向けるんですよと。はい、とすると、まあ、回答の方ですねそれを踏まえてですよ、えー、概念振ークの示唆の定義に照らして説明をしていくというところですから、まあ、少しこれも応用的な問題になってきますね概念フルマークの示唆の定義に照らして、えー、説明をしていくというところで。えーまあ、あの まあ思考がね入っていくような問題ではありますけれども、でも、ここのですね部分については、それほど難しいねプロセスで考えていくっていう必要は,必要はありませんというかね、普段ね勉強している内容をそのままですねあの書いていただければ、それほど難しい答案構成なんかはいらないので、一応、政党、可能性、難易度というところは、優しいとさせていただきました。 なのでまあ八割程度ねちょっと高めかもしれませんけれどもなんとかね八割程度あの取ってもらいたいというですねところです。まあ七割ぐらいでもねあの構わないと思いますけれどもまあある程度は書いてほしいところですね。はい。では見ていきます。まずは繰延税金資産がですね資産の定義を満たすというところをですね考えていきますが、BS に計上される繰延税金資産は経済的資源、ね。すなわち 下、ね、の定義を書いていくということで、キャッシュの獲得に貢献する便益の源泉として、下の定義を重視することが求められているところですね。はい、なのでまずは、国の部税金資産が下の定義を満たす必要があるよと。で、まあ、この下の定義に当てはめるとどうなるのかというところですね、国延税金資産は、再解消時点において、将来のです、ね、法人税の支払い額を減額させる効果と。 というとこ,ろでこのキャッシュの獲得に貢献する便益の源泉って何かっていうと、再解消期間に法人税等の支払いを減額させる効果、これがキャッシュの獲得に貢献する便益の源泉というです、ね、意味をクルノベ税金ンさんが持っているっていう説明になります。ですが、ねはい、法人税等の減額効果、これがまさに資産の定義の本質をつく部分ですよね、キャッシュの獲得に貢献する便益の源泉。 まあキャッシュの獲得とありますけれども、ね、法人税との支払い額を減額させるということで、これはイメージ的には、ね、あのキャッシュアウトのマイナスっていうイメージですよね、キャッシュアウトのマイナスっていうことはキャッシュの獲得に貢献するっていうことですから、はいまあ、そういった減額効果があるから、資産の定義をあの満たすよと、はい。で、資産の定義をあの満たすということはです、ね、まあ、B の考え方に基づいたです、ね、方法で言えるというところですよね。 はい、なので、まあ、この問いの2番はです、ねまあ、簡単に言ってしまえば、国延税金さんが資産の定義に当たるかどうかということを説明するわけですけれども、まあ、問題の切り口が、ねあのー、少し違うので、そこまでは単純ではないのかなというところですね。でまあ、一応、8割とありますけれども、まあ、7、8割というところの目安で考えてみてくださいです、ね。はい、じゃ続いて最後ですね問題の2番の番 括弧の3番繰越欠損金の税効果ですね、まあ、繰越欠損金が税効果の対象となる理由で、えー、まあここはですね、当連にも出材をしている部分ですんで、えー、まあきっちりとあの書いてほしいかなというところですね、あのまあ、難易度としては優しめです、これこそ優しめですね。はい、なんで、あ括弧2番も優しめで8割で同じですけれども、まあ、どっちかというと、括弧の3番の方はね、きっちりと書けなければいけない部分ですね。はい まあ将来の本人税の減額効果、これ、将来減災に小さいと同様の,あの効果があるよっていうところをね、書いてください。いここはいいでしょう。当連でもね扱っている部分ですから、しっかりと書けなければいけないということで、今、問題の1と問題の2、ざっと見ていきましたけれども、問題1の括弧の2以外は、ある程度、精度高くあの書いていただきたいというところですね。はい では続いて問題の3です、ね、ヘッジ回帰いきますヘッジはちょっと難しいですよね、特にヘッジの問題の3の問いの1ですかね、ここはもう知らなくても仕方がない部分ですので、まあ、ここについては書けなくても特に問題はないです、対戦には影響がありません。有効性の安定難難易度高いと難しいとしなので、まあ ここに関しては白紙でも構わなないいかなと思います単純に本当に知識だけを問う問題ですからここは気にせずというところで次いきましょうか。振り当て処理と独立処理の PL に与える影響を説明しましょうという問題ですね年度利益にどのような相違が生じるのか直々差額と直作差額に分けて説明しましょうということでこれも内容自体は それほど難しくないんですよね皆さんが簿記で学習をしたその内容をそのままですね文字に起こせばいいわけですけれども、まあ、ただ書き方とかですね解答行数が4行ということを考えるとあの、まあ、ちょっと難しいですよね内容は難しくないんだけれどもやっぱそれを答案に落とし込むということを考えると少し難易度は上がるかなというところを、ね、制度可能性難易度はここは宙にさせていただきましたなんでまあ6割から7割とですね、まあ、この。あ プリントには書いてありますけれども、まあもう少しね、あの低くてもいいのかなと、五割六割ぐらいでもいいのかな、仕方がないのかなっていうところです。なかなかこう,うまくね表現できないかなと思います。はい、ではちょっと見ていきますね。はい。 え原則的な会計処理ではヘッジ対象にかかる換算差額とヘッジ手段にかかる換算差額がそれぞれ活気の年度利益に計上されると、まあ、独立処理ですからね原則的な会計処理っていうのは独立処理ですからヘッジ手段とヘッジ対象がですねそれぞれ毎期毎期 PL 計上されるわけですよねその影響が PL に落とし込まれるとでもまあ振り当て処理によると直々差額と直先差額で処理が違ったということですね直々差額は 費用約期の年度の利益に直に計上されてで、時期先の方は配分されるというところですから、ね、まあ、原則的な処理法は毎期毎期 PL に落とし込まれるとで、振り当て処理の方は時期時期、時期先に分けていくというところなので、まあ、その答案構成をちゃんとです、ね、してで、あとはまあ4行にです、ね、うまくまとめるという力がです、ね、要求されました、なので、多少ここはです、ね、答案構成がポイントになったのかなという問題です。はい でではは続いていいてきますす次は難しいですねここはあまりできなくても気にしなくて構いません、まあ、難しいですまあ3割程度とありますけれどもまあまあ極端な話、まあ白紙というかねほとんどまあ0から1割程度でもいいのかなという部分ですなかなか書けないと思うんでね ここははそんななにに体制には影響ないと思ってください処理では現行の会計基準で認められている理由について直先数学に着、えー、注目した上で前払い費用や前受け収益を生じさせる経過勘定の会計処理との整合性からです、ねえー、説明しましょうということでと、はいまあ、共に配分されるんだっていうところですねそこだけ書いてもらえれば、ね、あの多少部分点が来るはずと思いますので、まあ、細かいところを、ね、突っ込んでいくことはちょっと難しいと思いますので。 時期先差額ですねこれ各会計機関にです、ね、配分をする手続きですよね、直先差額は配分していかなければいけないと。で経過勘定も同じようにですね、配分をするわけですよね。BS に経過勘定として計上した上でですね、PL のですね収益費用と対応する部分ですね、期間帰属する部分に応じて配分をしていくと。 いうところをです、ね、書いていただければと思いますので、まあ、キーワードとしては、ね、ポイントとしては、配分というところ、ともに配分する、えー、性質を持っているというところをです、ね、書いてあげればよかったと思いますけれども、まあ、ただ、いかんせん難しいんで、まあ、あまり気にしないというところですね、ここにつきましては。はい、では続いて退職給付、見ていきましょうか、退職給付はともに難しい問題です。えー、2つののの問問題ありますすね共に難しいいですがあのただ問の1の方は えーまあ、レクのです、ね、グレーダップトーレの10回目かな10回目のです、ね、第5問の一番最後の問題に、えー、問いの1はですね出ているんでそこの部分をしっかりと復習できていた方はあの実は結構高いです、ね、点数を狙えた問題ではあるんですよね。うんまあ、かなりあの問いの1に近いような問題ですね。えーまあ、全く同じっていうわけじゃないですけれども、まあ、論点としては全くかぶっていて。 で解説の方にも、この元となるですねあの指針の部分が示されているんで、しっかりと当連の復習をされた方は、ある程度高い点数が望めたかなというところで、一応、ここはですね問題の4の、数理計算上の際の費用処理点数の変更、難易度中ということで、これ、普通は難しいんですね、これもし当連で出してなかったらあの難しいということで,で、目標点数もねまあ本当にちょっとかければいいと、2割程度っていうところで。 落ち着いたと思うんですけども、まあ、一応当連に出しているというところで,です、ね、難易度を中にさせてもらいましたなので当連の復習できた方は、ねまあ、半分ぐらいはかけてもらいたかったとで逆に、えーまあ、当連見てないよという方はこれかけなくても仕方がないところですねで全体でやったらこれ難しいんで、まあ、もしねあのかけてなくても気にしなくてもいいですこの対象給付の、ね、2台は、えーまあ、全体としては難しいし普通知らないことなんでね知識としてはなかなかねあの蓄えていない部分ですんで。 なので、あ,のまあまり基本的には気にしないようにしてください。当、は、然、い、まあ、しっかりと復習できた方は、そしてかけた方はです、ね、その分だけ、えー、プラスアルファで,です、ね、あの自分のところに点数がくる、まあ、アドバンテージを獲得できたと思っていいでしょう。はい、では、えー、見ていきます。 えー、費用処理年数の、ねえー、変更についてになります、ねで、これは、まあ、見積もりの変更か否かというところを、ね、説明しなければいけないという、まあ、そういう問題ですね、はい、こちらですね、数理計算上の際は原則として各期の発生額について予想される退職時から現在までの平均的な期間以内の一定の年数で安分した額を毎期費用処理することとされていると。 でここで数理計算上の際の費用処理年数を平均残存勤務期間内の一定の年数とした場合であってその後費用処理年数を変更しようとするときは会計方針の変更となるのか見積もりの変更となるのか両者を区別する判断基準を述べなさいということで、ねまあ、費用処理年数の変更ですよねこれが会計方針の変更になるのか見積もりの変更になるのかということで、ねまあ、この判断基準っていうのはね 会計事実の変更に伴うもののかか否かここにになりますなので会計事実の変更に伴う費用処理年数の変更であれば見積もりの変更ですしそれ以外のものであれば会計方針の変更になりますよというところですね。はい、ここがポイントになります。なんでまあ行数長いですけれどもこれが指摘できれば基本的には合格点が来ると。 というところですたださっきも申し上げましたけれども、まあ、難しいですし通常知らないところですから、ねまあ、できなくてもあまり気にしなくてもいいとでき,たできた方はアドバンテージどう考えてください一応、はい、ちょっと回答を移しておきましょうかはいで問いの2番ですね はい、こう見ていきましょうか対職給付費を計算する前提となっている基礎率が長期国債との利回りの低下により引き下げなければならない状況となり基礎率を変更して対象給付債務を再計算した結果数理計算上の債が高くに発生したよと割引率なんかの変更によって対職給付債務を再計算した結果数理計算上の債が高くに,、まあね、に,に発生したというところですね、まあ、基礎率なんで、まあ、いろいろありますよ、ここには。えー、退職率率率死亡率消給率だとか 期待運用収益だとか、ね、ただ、まあ、期待運用収益だと、えー、年金遺の方になりますので、まあ超えー、対象給付債務の方ですから、まあ、死亡率とか、初給率とか、ねえー、また割引率とか、ね、そういったものの変更によって、債が差額に発生した場合に、数理計算上の債の費用処理年数を変更できるか否かですね。はいまあ、これも非常に難しいですね、なので、まあ、白紙でも構わないというレベルのところです。 何か書いてる部分点がもらえればラッキーだと思ってください。はい、じゃちょっと見ていきましょうか。はいまあ、このところですね、基礎率の変更によって勤務期間の見積もりが変更されるものではないから見積もりの変更として処理することはできませんよと。ね、まあ、ここが書ければというところなんですが、まあ、通常なかなか書けないんで、まあ、あまり気にしないでくださいというところです。はい であと継続性の観点から考えても会計方針の変更として、まあ、正当な理由というものが、ねえー、見当たらないんで、えー、その観点からしても費用処理年数を変更することもできないと考えられるというところで、まあ、一応あの各内容としては2つなんですね。ね会計上のの見積もりの 変更として費用処理年数を変更することができるかどうかっていう点とあとは会計方針の変更として費用,処理費用処理年数を変更することができるかっていう点と、まあ、2つねあの書くべき内容っていうのがあるんだけれども、まあ、結果どっちもできないよと、うん、まあどっちかね書ければ本当にラッキーかなというぐらいですはいまあここもそんなに気にしなくてもいいかなというところですはいここまでは第4問ですねはいで第5問は まあ計算ですね基本的には計算になりますで非常に難しいですよね。まずちょっと1、2、3から見ていきましょうか、えー、問題1、問題2、問題の3と。えー、問題1、問題の2、問題の3まず1番、ここはですね解答箇所7箇所のうち6箇所は埋めていただきたいところですね。まあ、できれば7分の7いってほしいところではあります正直ここは。はいただ 問題に問題の3はま難しいんで、まあ、イメージとしては、えー、まあ3割程度取れればまあ同じかなと合格ラインかなと思います、あのー、資本連結が結が構難しいんですよねなので資本連結の部分を除いた成果連結部分でどれだけ部分点を確保できるかどうかここがポイントになってきますただ難しいです、まあ、昨年と同じですね 論点、退職給付、成調整類計額、これが支援獲得時から子会社にあるというところで、まあ、去年もですね、あの回答を作るのを非常に苦労した覚えがあります、まあ、難しいよと、まあ、3割取れればいいかなというところです、ね、まあこれ、部分点ですね、成果連結のところで部分点を拾ってきてくださいというところですね。はい、ただ、本動画はですね、あの計算まで解説している時間はありませんので、また、詳細なです、ね、解説が出たらです、ね、そのときに各自で計算を見ておいてください。 まあ難しいというととうころなんで、えー、ただ、まあ、一昨年とかね平成27年とかはほぼ白紙でもねよかったという問題だったんですが、えーまあ、今回の問題計算問題の2問題の3、まあ、ほぼ白紙だとちょっときついかなという印象はあります。ですねまあ、問題の1はもちろんのこと 問題に問題3何とかですね少し部分点を拾っていかないとあのこれはきつくなりますんで全く0点とかね1箇所2箇所しか見てないっていうとちょっときついんであのそこはねある程度部分点で稼が,なから稼がなければいけないというです、ね、認識は持っていただきたいなと思います。はい、まあ、本当に平成27年とかはですねもう全く計算白紙でもいいよっていうようなです、ね、試験だったんですけれどもあの、まあ、そことはちょっと違うかなというところですね部分点は必要になってきます今回については部分点は必要になってきますよと。 はいでえーまあ、問題の4、問題の5ですね問題の4です、ね、これは計算をです、ね、事例に即して当てはめていくというところです。当期純利益とその他の包括利益の一時的な変動要因についてです、ね、あのもうこの第5問の計算をです、ね、使って説明をしていきましょうというところですね。はい、でこちらにつきましては 段階取得にかかる差損、ね、益とあとは有価証券の一部売却の組み換え調整部分ですねここのです、ね、2つを原因としていますので、まあ、どっちか、ね、1つ何とか指摘できればというところですね投資有価証券の部分と段階取得にかかる差損益ですねこの部分になりますんであので、まあ、どっちか指摘できればというところですなんで一応片方指摘できて5割程度取れればいいというところです ただまあこれも一応中で5割とは書きましたけれどもこれ前提となる計算がねちょっと難しいんでうんまあ書けなくても仕方がないかなとは思いますね実際あの書けてない方の方が多いかなと個人的にはねあの思っているところですからまあなんとかねこう片方指摘できればアドバンテージまあ両方指摘できればですねえまあ逆に上の計算結構合ってる可能性が高いのでえまあそうであればですねあのまあ同じというかかなりこう出来がいいのかなとは思いますけれどもはい。 まあ、なんとか片方、指摘できたらいいかなっていうところです。はい、で、続いて、問題の五ですね。ええ、一番は子会社の範囲の検討で、これは。対応される基準集、これを、まあ、引くという問題です。で、まあ、一応ですね、引けば、いいわけですけれども、ただ。 40%以上50%未満の、ね、ところのラインっていうところをです、ね、考えていきさらに試合、ね、力基準っていうところの指摘は必要になってきますので試合力基準も採用していてでかつ40%から50%のラインのところで,です、ね、どういう判断をしていくのかっていうです、ね、部分を踏まえて書かないといけなかったんで意外とこれもです、ね、みんながみんなすごい高得点が取れてるかといったら個人的にそうではないような気はします、はい、なのでまあ5割程度ただ、ね、条文をですね引いて ある程度の,この知識の部分を書いていくっていうことは必要になってきますからね、えー、まあ半解答みたくねあのきれいに書けるかどうかっていうところは別にして泥臭くてもいいんでねある程度の検討事項っていうところを上げていくと、ね、いうことが必要になってきたかなと思います、ね。これも全く白紙だと相当きつくなってしまいますんで、ね、多くの受験生は条、ねまあ、文書を引いて、ね、で検討すべき事項ですねそれはあ,のある程度は書いているはずですからそこの部分を書いてあとはうまくまとめるという力が、ね、ここには必要になってきたかなと思います。はい で最後は、ね、株式の追加取得にかかる会計処理ということで、まあ、これも計算を、ね、題材とした問題ですよね。ちょっと問題文見ていきましょうか。まあ、T 社がもともと子会社と判定されていたらというところですよね。はいまあ、この場合には 4年度末の P 社による S 社株式の上び T 社株式の取得にかかる会計書類はどうです、ねえー、異なってくるのかということでもともと子会社じゃなくて持ち分法適用関連会社ですから追加的に株式取得して、まあ、支配を獲得したというところで,です、ね、段階取得にかかる誘いが出るわけですけれどももともと子会社として判定していた場合にはです、ねえー、これ資本取引というふうに考えるわけですよね。ですか支配が継続している 状態での持ち分変動ですから資本取引って考えるんで、えー、まあ差損益が出る部分が資本上記になるよというところですね。えー、まあ、支配が継続している場合の持ち分の変動もしくは支配が変動する場合の持ち分の変動で会計処理が違う。でそれを事例に即して書いてあげればよかったというところになります。はい。まあ、ただ計算問題自体がね少しま難しいのでなかなか書きづらかったと思いますけれども、ただここはま具体的なねあのー、数値を 使わなくても状況を把握するだけで,ですねあ,のある程度の回答を用意することはできると思いますんでねまあ数字まで書けっていうとなかなか大元の計算部分がねちゃんとできてないときついところですけれどもまあ別に数値を書けとはねえ特に書いていないのでえまあどういう形に 変化すするのかですよね損益取引が資本取引になる、ね、PL に影響を与えるものが与えなくなるとかね、損益が資本上置になるとか、えー、そういう部分の指摘はできるかと思いますので、まあ、その部分をなんとか、ね、あの書いていただきたかったかなと思います。はいまあ、第5問はです、ね、あの難しいですね。なので、えーまあ、特に問題の2、問題の3、ここはまあ本当基本的にはあまり気にしないたい部分点は取っていただきたかったというところですね。えー、そのの問題の1ここはある程度です、ね、あの高い 点数をですね取っていかないときつかったかなというところです。はい。えー、まあ簡単ではねございますけれどもまあ一通りですね、えー、まあ解説ですね総評というところをさせていただきました。まあ取るべきところとしてはやはり第三問の計算と第四問の問題の一と問題の二ですね自己株式と税効果のところで、ね、ここできっちりと取る。 あとは第5問の問題の位置かな用護、ね、と金額の穴目ここできっちりと取らなければいけないというところですねはい、えーまあ、なかなかねこれを、まあ、私の場合ですと、まあ、時間無制限でね解いているんでこう偉そうなこといるかもしれませんけどもね、えーまあ、皆さんはです、ね、限られた3時間の中で、えーまあ、自分のです、ね、人生をかけて解いているというところなのでもっとねきつかったよとかって思う方もですねいるかと思います。はい なので、まあ、多少、ね、所感というのはずれは生じるかもしれませんけれども、まあ、一応、例年と比較すると、このような形かなと、個人的には思います。はい、で、まあ、その中でですね、まあ、11月まで、まあ、ゆっくりと、ね、休んで、で11月、ね、発表終わった後ですね、またこの次の、ねまあ、ビジョンというか、次の、ね、ステップに歩むことになるわけですから、まあ、そこで,です、ねまあ、もし、ね、残念な結果になった方は、ね、またこれを踏まえて、次に進んでいくというところですね。はい でまあ、あとはですねあの論文式試験受けた段階でもこれ明らかにちょっと厳しいよというのが、まあ、自分で自覚された方はですね、えー、もう早くねあの勉強を開始してください、まあ、それ今すぐっていうわけじゃないですけども、まあ、11月の、ね、発表まで休んでしまうと、まあ、知識がね抜けていってしまいますし、えー まあ今ね、こう12月の担当に向けて勉強している人がねどんどん迫ってきますんで、まあ確実にもうちょっと無理だな、足切りそうだなって思われる方はね、えー、まあ合格発表を待たずに、えー、まあ10月とかそういうタイミングから学習を開始されることをお勧めします。で、まあ受かっていれば受かっていれば、ね、それは別に全然喜ばしいことですし、ね、まあ返金なんかもされるはずですから、ね、あのそこのところはねこう考えて。 早く勉強するっていうねスタンスですね、えー、実践をしていただけたらなと思いますはいでは、えー、まあ、簡単ではありますけれども論文式本試験の解説動画ですね以上にさせていただきますお疲れ様でした。